鳴りやまない拍手ありがとうございます。はは、捜査官様セリのナイスナイスリー君がいれば自分にどこへでも。ハロージムニー、今日は綾瀬で行われている佐藤音さんのイベントに遊びに来ている。ちょっとこのイベントは珍しく音楽ライブとの融合ということで、今向かい側にちょっとアクションしてます。文化会館で、あの文化会館で行われている音楽ライブとの融合ということで、今みんなそっち行ってるんで、はい、見ての通り人はいない。そうですね、そうゴーストタウンみたいになってるけど雨なのもあるし、途中から来たっていうのもあるんだけども、はい、だいぶ台数が減っちゃってるんで。そうですね、今日はちょっとまあ場所がそんな遠くないので、あくまで俺も一般参加として、はい、遊びに来たのに、なぜか歌手の方の前に舞台挨拶で立たされるというまあ今回はぐるっと回るっていうよりは、音楽ライブと、佐藤音さん、正直言って、はい、佐藤音さんの操作資料が全くないのでちょっといろいろ聞いてみたいと思う、はい、よろしく頼む。お願いします。綾瀬応援する文化会館お越しの皆様、こんにちは。ありがとうございます。今日はジムニーで行こうというイベントということで、あちらの、ね、駐車場の方にもう 何台でしたかね、50台以上のジムニーが集まってたんじゃないでしょうか。今日のアホのライブで、演奏をお届けしたいと思います。精一杯僕も、歌をお届けして皆さんの一つになれたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。自己紹介と、あと一言いただくような形でですね、順番に、コメントいただけたらなと思いますので、それでは佐藤音さんからでいいですかね。はい、こんにちは。こんにちは。今日はありがとうございます。今日はアモちゃんの、ついにジムニーの歌が完成したので、お披露目でとにかく感動してもらえると思います。楽しんで帰ってください。海老名市の佐藤音佐藤と言います。よろしくお願いします。皆さん、大きな声でお願いします。ハロージムニー、ハロージムニー、セリフマイルドスピードを見たことあるよ、もしくは見たことないよという方は挙手お願いします。いけよ。一般参加で遊びに行きますよと来たんですが、いきなりここに立たされ、関係者挨拶鳥どういうことだ。皆さん楽しんでください。セリフのナイスリーナイスリー。ありがとうございます。本当にですね、先ほど初めてご挨拶させていただきまして、でも本当にね、何の打ち合わせもないまま立っていただきましてね、もう一笑いどころじゃない、もう十笑いぐらい、もう皆さんお腹いっぱいかもしれません。はい、それではじゃあ皆さんご登壇いただきましてありがとうございました。大きな拍手をありがとうございました。Thank you.
からいろんなジムニーのイベントで、それからジムニー以外のところでもね、歌って、ジムニーって素晴らしいんだよって、ジムニーって素晴らしいよね、楽しいよねって、そんなことをね、そんな輪を広めていけたらなと思いますので、よかったらですね、 CD を取っていただいて、この曲を覚えていただいてね、いつかカンペなしで皆さんと一緒に歌える日が、ね、来たらいいななんて思っております。ありがとうございます。はい、こちらがこの方ね、はい、大野、はい、アモさん、これ可愛いね、これ。あ、本当だ。スタンドの電光開けようとしないか。後ろ、ギター。おぉ、こいつの、存在感がでかいの。こんな感じで、これが一般、だいぶ半分ぐらい買っちゃったのかな。そうですね、減りました。あの、決して目立つところに来たかったんじゃなくて、最後の方に来たから、あそこになってるってだけで、はい、ちょっとショップさんの方、この駐車場が分かれてて、あ、じゃあこっち撮影ブース、あー、レゴカーがいっぱいですね。漁船についてるやつだろ。それ本当だ。サーチライトだろ。イカ釣り漁船の。リバースギアさん。こんにちは。社長さんは、こんにちは、社長ですね。悪い話をしてるんですね。この車から見ていい話じゃないのことはね。悪だけ見ってことはね。まあ、否定はできないです、はい。否定はできないです。まあ、ありますか。はい。ありがとうございます。はい、次です。すごいね、もうちょっと雨とやっぱ人が入っちゃったから、はい、そうですね、ちょっと閑散とする。すみません、すみません、はい、ちょっとツーショットで写真を撮って、あ、いいです、いいです、私のジブリの前に、あ、いいです、はい、下に撮って大丈夫ですか。先生、乗せてください、はい、乗せてください。ありがとうございます。ちょっと雨降って大変なんで、はい、このサングラスかぶってちょっと待ってもらっていいですか。影武者、速攻偽物ってバレるじゃないですか。大きくなったね、キャラクターで。そうですね、バンパーどこなんですか。これジムケンタックさんのコンクリートかよ。なるほど。え、関西で買ってきたの。あ、大阪まで新幹線で取り行って、大阪に行きました。はい、チーズ。はい。はい、ありがとうございます。ナイスジム、ナイスジム。ありがとうございます。すっげえ嬉しいです、俺。もう最高です、ありがとうございます。あ、買ってくれるんですか。うん、ありがとうございます。おお、ありがたい。いいですね。僕にも売ってくれる。おお、だってこれ宣伝してるじゃないですか。いや、もう車に入ります。ありがとうございます。ああ、嬉しい。はい、今寄り方が動画っぽかったです。選手が今晩 YouTube で上がるんで、俺の。あ、本当ですか。いや、嘘です。はい、嘘です。2つでかっ。乗ってそうですもん。僕もちょっと一緒にいいですか。何かの取引みたいな。すごいすごいパワーで今手折れるかも。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがたいですね。ありがたいですね。順番待ちになりますね。はいはい、喜んで。牛丼やめて。はい、このナイスジムですね。はい、すみません、ご老婆いただけると嬉しいです。あ、わかりました。はい、すいません。はい、ナイスジムニー。ナイスジムニー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスジムニー。これ、少しでも撮るね。ちょっと雨とあれで人はそんなに多くないけども、はい、暖かい人ばっかりで、そうですね、すごくいいイベント。
サニーさんなんか俺の顔見た瞬間書いたから俺の顔見たらラテラルドットが曲がると思ってた。はい、そうですね。呼びました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 。今日はね。群馬からどのぐらいかかるんですか、この。群馬から。はい。いや、なんか。どうしたんだよ。8時間ぐらい。なきゃねえだろ。歩いてきたのかよ。あ、そういえば群馬で会ったことない。あ、そういえば、いるの見たんですか。いや、もうそろそろ、前途。いや、抜きたいですね。ちょっと、佐藤さん。いや、その、佐藤さんいるんだ。その田大斗でシルキースノーパールを塗ってもらった。シルキースノーパール。ていうか、ジムに回るんでしょ。なんで俺と喋ってるんですか。いや、もうね、俺も午前中。また長いなって顔で見てるんですよ。午前中撮ったのと。また始まったよ。撮ったから。もう、ナイスジムに。ナイスジムに。何だマステッカ買ってくれるんですか。なんだよ。おかしいだろ。相変わらずね。でもうちはウィンチのねファイバーロープ買ってね。絡み材つってんだよ。本当好きなくせに。でもあのカメラマンさん映っちゃうんですか。綺麗な方。たまに映ってます。映ってないの。たまに出てる。たまに出てる。内緒なの。例えば50。あれがこれがこれでこれで。そんな話をしに来たんでね。でそのダウトさんがどういう車を改札するのか見ようかなと。あうちの改札、はい、今車見てもらったじゃないですか。その中を白くそう、はい、適当でしょ、まあ、それ見れば分かります。いや俺ちゃんとやってます、はい、じゃあそれちょっと後ろから撮らせてもらって。でも俺マイルドスピード出たことないんでいいですか。いやまたカットしますから。あったちょっとロッと映してください。わかりましたね。いやそんなことないで、ナスベースとかね映ってますよね。よかったらナスベースの動画見てください。あ、ナスベース、はい、あ、そう、うちもね同じ感じで、絡みづらい感じで絡みづらい。スルッとスルッと絡まない、全然。群馬12往復会やった時、違うとこ行ってるからね。だってあれ埼玉でやるからですよ。話おかしいでしょ、あれ。あ、埼玉群馬12往復会、埼玉でやるってね。なんかあの、どこ行ってましたよね。どこ行ってました。あ、でもあれ予約入ったんですよ。予約入ってましたね、はい、じゃあ次はぜひ予約入ってます。まあその日予約入ってます。いつか知らないけど群馬12往復会、はい、っていうかあの川蝉でやるだったらまた行きますよ。顔出しますよ。そうですか。川蝉めちゃくちゃ近いんですよ。あ、そうですか。関越1本なんで。やらないんですよ。やらないんかい。なんなんですか。ナイスジムに。ナイスジムに。うまくグダグダのなりに編集してくださいよ。いやちょっと難しい。あ、人ほぼほぼ一緒なんですよ。社長の喋りカットすればスパッとまとまって。確かに。うまい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、この見た目でやることじゃねえだろ。ビヨンドさん。どうも、ガエルです。ガエルさん。あ、ガエルじゃないです。ガエル。映せないけど、映せない。いや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 。本名、本名、別に。初めてビヨンドさんって絡みですね。そうですね。はい。拝見させていただきます。あ、あるんです。僕は見たら避けるようにしてるんですけど、やべえやつになって。失礼だな。あの、ビヨンドさんのチャンネルに出してくれって言ったら、うちはこういうやつが出るチャンネルじゃないって言われたんで。そんなことないから今度なんか絡みがあったらぜひ。はい、ぜひできてもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんか丁寧、こんな見た目で丁寧にイメージしてる。まあ、うちのデモカーです。海老名市役所にちょっとお伺い立てて許可をいただいて、作らせてもらいました。なるほど。はい、で、実はこれ、映画で使った車で、はい、はい、この車で使った車で、はい、使うときにシールを全部剥がされちゃいました。なるほど。はい、あのうちのデカールを、はい、なのですっきりしたところで今度は何か面白いことできないかなと思って、あ、まあ、ついに海老名市とコラボ、はい、海老名を貼らせていただきました。はい、はい、なので今日は、あと音楽とともになんかこうジムニーと一緒に前に進んでいきたいなと。真面目かって感じでしょ。質問させてくれ。ジムニーカスタム専門店なんですね。そうです。はい、社長よろしくお願いします。お願いします、はい。あの大変してるんですが、はい、操作資料に、はい、佐藤オートさん全く情報なくて。あ、そうですか。はい、前回のイベントに、はい、他の YouTuber の人が、はい、YouTube 上げてるのを見て、はいはい、佐藤オートさんっていうところが、うん、こういうイベントやってるんだと、はい、知ったんですね。はい、ずっとジムにやってるんです。5年ぐらいですね。はい、のカスタム専門店、車屋なんですけども、はい、いろんな車屋を売りながら、はい、気づいたらジムにしか置いてないお店に変わり、はいはい、気づいたらカスタムしていたという。車自体は何年やったんですか。27年ぐらいやってます。お、はい、で5年前から、そうです、新型も出たのもあって出たのが、まあ多分そこでスイッチが入ったと思います、はい、でジムニーのカスタム専門店に。そうです。なんていうんですかね、シフトチェンジした。そうですね、その方が聞こえがいいですね、はいはい。
オリジナルポストが出されてるんですよ。これからどんどん発信していこうかと思ってるんですけども、はい、例えばこういうセンタープレート、はい、はい、QL リット、これ中光らせることができるんですけども、はい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 、こういったものとか、あとは、なんか宣伝始まったぞ、急に。このサイドパネル、はい、こういったものを少しずつ、はい、このオリジナルブランドで出していこうかな、はい、そしてこれ、シュガー、はい、捜査官、はい。砂糖とシュガー、おお、うまい。砂糖だけに。そうです。やかましいぞ。はい、社長、はい、宣伝の前に、はい、もっと砂糖のこと知らない人大変してるんですけど。ああ、そうですか。やっぱりそのパーツをググって出てくるメーカーさんじゃないじゃないですか。はい、はいはい、そうですね。で、関東じゃない人とか、はい、まあ神奈川じゃないと知らない人も結構、うん、はい、本当失礼かもしれないですけど、はい、僕知らなかったので、はい、いるかもしれないんで、はい、そういった方にちょっとどういうショップかを、まずはジムニーを販売。本気でやってます、はい、ジムニー以外うちは並んでません。そして、セレクトショップという形で、当時は寄せ集めという言葉を使ってたんだけども、今はセレクトという言葉に変えて SA セレクトという、ショップ名で今やってます。で、はい、イベントを始めたのにいつですか？2月の服部牧場、4月の服部牧場、うん、で3回目に綾瀬市のこの今回、あ、じゃあ今回3回目、3回目、しかも今年から始めた。そうです、佐藤と主催で、はいはい、へえ。だから違和感があったんです、はい、そのぶっちゃけ佐藤とさ、はい、そのパーツググっても出てくるところでもなかったので、うん、はいはい、そのショップさんが人を集めて、はい、いろんなショップも来て出店されてるじゃないですか、はいはい、結構大々的にやってるから、実は声はかけさせていただいてたと思います。あ、僕ですか？はい、前回、あ、僕は、はいはい、そう、あの、はい、あ、前回、はい、前回は知らない。あ、そうですか、はい、なので今回はちょっと本当に午前4時だった、はい、あ、そうですか、まあ、はい、あの普通に一般で近いから、あの、すごい気にはなってました。本当に気にはなってました。なりますか？はい、捜査官の。あ、本当ですか？はい、定期登録、はい、はい、いや、だからそのね、大々的にやってるから、あれ、どういう方、どういうショップさんなんだろう。基本的にはでも車屋さんなんです。はい、はい、なので、あの、うちはうちのこうスタイルというか、あのショップさんにはかなわない、ショップさんではできない、例えば本当にセレクトという寄せ集め、綺麗に言うとセレクトという1台の車をとにかく仕上げてます。なるほど、はい。そして、まあ、オリジナルといえばサイドデカール、はいはい、あの、アモーちゃん号もそうだし、はい、ユナちゃんもそうだ、はい、うん、あれもうちで作っています。はい、はい、なのでこれから、少しずつ、スーパースージーさんには、チラシというか1ページ出させていただきます。じゃあ雑誌見てる方は佐藤さんを知ってるわけですね。はい、スーパースージー見てる方は、はい、なるほど、はい、ちょっと勉強不足で失礼しました。いや、とんでもないです、はい、いや、本当今日はあの嬉しいです。もうこれ操作しに乗ったんでね、はいはいはい、なのでまた次回、はい、どこかで必ずやるので、はい、来てください。わかりました。わかりません。だから、あの、社長挨拶、舞台挨拶、トップバッターだったから、はい、もうちょっと温めてくださいよ。はい、すいません。ね、いや、でも意外と緊張するね。しました。緊張するね。捜査官、離れしてるもんね。いや、そんなことない、そんなことないです。緊張しました。人見知り嘘だよね。いや、そんなことないです。ね、いや、でも本当ありがたいです。はい、ありがとうございます。はい。はい。はい、は本当ありがとうございました。ありがとうございます。そして、はい、そして、あ、なんだ、なんだ。はい、はい。はい、やりたいです。はい。ナイスジムニー、ありがとうございます。センキューでございます。